山梨県コ瀬スポーツ公園山梨県コ瀬スポーツ公園陸上競技場メインスタンド外観山梨県コ瀬スポーツ公園陸上競技場は山梨県甲府市の山梨県コ瀬スポーツ公園内にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は山梨県が所有し山梨県スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。 2021年3月1日から南アルプス市に本社を置くパソコンサプライ製品メーカーのジットが施設、命名権を取得しており、ジットリサイクルインクスタジアムの故障を用いる。1986年に山梨県で開催された第41回国民体育大会の開閉式場及び陸上競技施設として前年である1985年に開場した。 建設費抑制や国体閉会後の利用予測から座席はメインスタンドのみとし、バックスタンド及びサイドスタンドは傾斜の緩い芝布席となった。また、昼間使用を前提としたため夜間照明設備は省略され、屋根も放送、来品席の部分のみに設けるなど、当時の国体用陸上競技場を基準とした作りであった。また、 平成8年度全国高等学校総合体育大会で開会式場並び陸上競技の会場として使用された。ジャパンフットボールリーグに所属していたバンフォーレ甲府が1999年により J リーグディビジョン2に参入するに際して開催基準を満たすため改修工事を実施した。内容は以下の通り。これによりバンフォーレ甲府はスタジアム要件をクリアし、 J リーグの開催が可能となった。2004年にフィールドの改修が行われ、土壌入れ替えや排水設備の改良、芝生をティフトン類の夏芝に張り替えた。また、オーバーシードを行うことにより一年中緑色を保てるようになった。第二次拡張工事中のフィールド及びスタンド。サイドスタンドの座席化が完了したばかりで、左側のバックスタンドは増設工事中であった。 J リーグディビジョン1の基準である1席1万5000席以上を満たすために2005年に観客席の拡張工事を実施。内容は以下の通り2005年10月にサイドスタンドの座席化が完了、バックスタンドの増設工事も2006年3月に完了した。これにより収容観客数は1万7000人となり J1 の公式試合が開催できる基準となった。 2009年、日本陸上競技連盟の第一種陸上競技場基準を満たすために、走路の工事及び電光掲示板の映像装置化工事が実施された。2010年9月27日より命名権募集が行われ、11月2日に甲府市に本店を置く地方銀行の山梨中央銀行が命名権を取得して、 2011年3月1日から山梨中銀スタジアムの故障を用いている。最初の命名権は2016年2月29日までとなったが3月1日に山梨中央銀行が命名権を更新している。その後2021年の契約更新にあたって山梨中央銀行が命名権契約を更新せず山梨県は新たな命名権者を募集したところ 南アルプス市に本社を置くパソコンサプライ製品メーカーのジットが命名権を取得し新たにジットリサイクルインクスタジアムの故障を用いることに決まった契約期間は2021年3月1日から5年間で契約額は年額2000万円大型映像装置メインスタンド2010年8月撮影アウェイゴール裏席から撮影した J リーグ開催時のオゼスポーツ、公園陸上競技場のパノラマ。画像の向かって、左側がメインスタンド、右側がバックスタンド、中央部分がホームチームのゴール裏応援席となっている。メインスタンドの外側に売店があるが営業していることは稀である。J リーグの試合が開催される場合、売店はシャッターが閉められ営業しておらず。 代わりに競技場南西側の広場にバンフォーレパークと称した屋外型フードパークが設けられている。バンフォーレの試合2014年及び2015年の使用実績は以下の通りである。オゼリク上競技場は2016年時点で以下の問題を抱えている。これらの問題に関しバンフォーレ交付をはじめサッカー、ラグビー、アメリカンフットボールの3競技4団体は県に対し、 署名活動を行うなど新たな球技場の設置を求めており、山梨県も球技場設置に向けた検討に入っている。1985年の竣工から30年が経過しているが、メインスタンドは竣工時から大規模な改修を行っておらず、老朽化が懸念されている。二千十六年の J1 リーグにて使用されるスタジアムのうち、オゼリク競技場より古いものは、 名古屋市水穂公園陸上競技場、埼玉市大宮公園サッカー場、轟陸上競技場、ヤマハスタジアム、日立柏サッカー場があるが、水穂公園陸上競技場は、トヨタスタジアムという代替施設があり、他のスタジアムも、オゼ陸上競技場が竣工した後に大規模改修を行っており、実質上、オゼ陸上競技場が最も古いスタジアムとなっている。 J リーグクラブライセンス制度のスタジアム要項 B 等級に観客席の3分の1以上を屋根で覆うことが記されているが、東京議場はメインスタンド中央上段のみにしか設置されておらず、バンフォーレ交付はライセンス更新のたびに是正勧告を受けている。屋根設置には多大な費用がかかるほか、設置工事の際にはスタンドを封鎖するなどの措置が必要となる。 蒸気問題に対応するため、メインスタンドを改修する場合、メインスタンドのみ、使用停止にする、または工事期間中仮設スタンドを設置するという二つの方法があるが、いずれも諸問題が発生する。スタンドとグラウンドの間にトラックがあり、球技場と比較し距離が離れている。また、もとが国民体育大会用に建築され、仮設スタンドを設置するなどの目的から、 スタンドの傾斜を緩く設置していることから、休憩観戦の際見づらい構造となっている。なお、小瀬陸上競技場のトラックを含めたフィールドに、長野県松本平広域公園総合球技場の観客席がほぼ収まることが報告されている。陸上競技場兼休技場であることから、陸上競技、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、 グラウンドゴルフた各種の競技で使用されている。このうち陸上競技は、第一子公認、サッカーは、J リーグクラブライセンス制度の J1 及び J2 ライセンスへ等級に対応している他施設が、県外になく、特に10月から11月にはスケジュールが早いうちに、埋まる。この時期に開催されている球技のうち、全国高等学校サッカー選手権、大会山梨県大会は、 決勝戦のみ使用、全国高等学校ラグビーフットボール大会山梨県大会は、決勝戦を含め、五直市南公園ラグビー場を使用している。また、バンホーレ甲府の試合に関してもリーグ戦を呼び、天皇杯の初戦は抑えているが天皇杯にて、勝ち上がった場合の2戦目以降は開催される保証がない。例として二千十三年十一月二十日の四回戦の試合は、 山梨県サッカー協会が開催権を持っていたがこの日は県民の日であり、グラウンドゴルフ大会が先に抑えていたことから開催できず、熊本県で開催せざるを得ない状況になっている。ありがとうございます。